けるので出やすくなりますので、やっぱり横にいつもしておいて、重心が入れ替わった時にストックが当たるということなんで、少し、まあ、結構ダランと した人もあるので、少し腕を肩甲骨を少し引きつける意識で状態を持ってた方がいいと思います。はい、それで、先ほどは山が小さく短くなってました、負けてましたけども、ニュートラルのターンのところ、ニュートラルのところは、両足が同じ長さになります。だからフルークの場合、足の長さを、下の足と上の足を同じになる。でパラの場合が、だからパラの場合も、パラのターンもニュートラルのところは両足スキーが両足同じ長さになるので、状態は説明と大体直角の意識になる。そこがニュートラルと思ってもらえばいいと思います。で、まあ、制動要素の谷回りでいきますので、足開いてもらって、はい、ちょっと、前後してもらってもいいんで、